回ね、ついにね、いや美しい、ホネオレダイオウイカゲットしたんだよね。マジこれね、いつ見てもどこから見てもかっこいいよな。で今回ついにドジャン4番騎士ホネオレザウルスナイトナザン4番見てくれ、バリオニクス&クラーケンアーマー、いやー最高、クラーケン、クラーケン来たぞ。いやマジかっけえな、バリオニクスってところたまんねえよな、この組み合わせめっちゃかっけえだろ。強いね、さすがね、開けちゃめドゥルッ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 、ほほほほ、すっげえかっけえ。その前にね、ギャムで、ギャム倉庫にドジャン、いや美しい、もうこの時点で美しいから、いやたまらん、開けるか、踏み解いちゃおうぜ、踏み解きます、おたまんねえぜ、マジかっけえ、やべえ、やばいぞクラーケンアーマー、きたー、バリオニクスからのクラーケンアーマーだからな、いやもうこれ神だろ、いや美しい、やべえ最強にかっけえわ、見てクラーケンアーマー、いや生かすなこいつマジ、腐れかっけえ。でバリオニクスタン、バリオニクスタンもかっかっこいいぜこれ、泣けてくるなおい、美しい、いやマジでねこれダメなコンビだわ、すっげえかっけえ、バリオニクスとクラーケン、いや美しいなこの最強コンビ、これ神だろ、神コンビだろ、バリオニクスっていうのがさいいよね。ゾロちゃん見て、ファイルナンバー73番バリオニクスタン、全長 9.5m、 バケモンだね、美しい、たまらんかっけ、このフォルム見て、もう 9.5m 勝てる気しねえわ。でもさらにでかいのがこのクラーケン、いやたまらん、クラーケン最強。まあクラーケンはね、まあなんつうのか、タコでもイカでもいいんだけど、深海に潜んで荒ぶってる謎の巨大生物をね、クラーケンって言うんだよね。まあ西洋絵画ではタコだな、まあタコで描かれてるのが多いから、まあ一般的にはタコのイメージが強いよなクラーケンって。でもね俺はねイカで張ってほしいんで、まあイカでもタコでも触手があれば全然プライスレス OK なんだけれども、自分的にはイカであってほしいっていうね。まあクラーケン海の最強の生物であってほしいんだよね。まあ海の最強の生物といえば、あとあれでしょ、リバイアさん、レビアタン、まあヘブライ語で渦を巻く、この渦を巻くって名前だぜレビアタン、もうちょっと泳ぐだけで船が沈むほどの渦を巻く、やべえよなレビアタン。まあ5日目に作られた最強の生物で、まあそのね同じ日に作られた陸の最強の生物いるでしょう、ベヒーモス、ベヘモト、まあベヒーモトとかベヘモトって呼ばれてるあの陸のね、あー美しい最強の生物、もう考えただけで涙が出てくるというあの美しさ。まあこいつらね、あの最後の審判、週末の日に無理やり戦わされて、まあ無理やりっつうか戦うんだけど、死ぬまでね、死ぬまで戦わされて、勝った方はよっしゃ勝ったぞとね喜ぶじゃん、俺が最強だ、俺がチャンピオンだ、喜ぶじゃん。しかしね、その勝った方も選ばれし生存者の餌になるというね、食われる食べ物にされるというこの悲劇、もうかわいそすぎんだろ、せっかく作られてね。まあ、ちなみに人間は6日目に作られたんだけれども、あのね、あの旧約聖書においては神様がこの地球を作ったとされてるの。まあ1週間かけてこのね全世界を作った、創造されたとされるんだけれども、その5日目に作られたのがレビアタンとベヘモト、この最強の生物、陸海の最強生物。しかし俺的には海のね最強はこいつであってほしいのよ、クラーケン。もうクラーケン大好きだからマジで、もうクラーケンが海の最強であることを願いつつ、早速ね合体させよう、合体来たぞー、これ合体するからな、たまんねえよな。もうねこれだけじゃ終わらず、合体するってこの奇跡ミラクル、いやーいいね、プライスレスだぜ。強いね、早速ね合体してくるぜ、やべえマジめっちゃかっけえぞおい、バリオニクス&クラーケンアーマー、いやこれ神だわ、いや来た、ついにね神来たわ、いやーかっけえ、マジ今回のやべえわ、
うわ、酒飲みてえ、マジやべえ、これほんと酒飲みてえ。いや、半端ねえ、美しい、やべえ、これ涙出てくるぞ、これ半端ねえ、かっけえ。んだこれ、前のやつもかっこいいんだけど、すげえかっけえんだけれども、これ最強だわ、こいつクラーケンアーマー、いやー美しいぞこれ、最強だろ、やばい、これギガよかキンタかも、ちっちゃいけどギガホネホネザウルス、カルノタンよか気に入ったかもしんない、めっちゃかっけえ。うわ、これ完成品やばいわ、美しい。ちょっと並べるか、このねクラーケンアーマーとホネホネダイオウイカタン、いや美しい、このコラボレーションやばいね、これダメなやつだろ、マジかっけえ、やったぜ、いやほんと嬉しいわ、よっしゃ。ということで、ね、今回はねクラーケンアーマーとねバリオニクスゲットで、マジ神ってるわ、マジ最強嬉しい。で次回はね、まだ持ってないのたくさんあるから、で次回はねできればこれ1番持ってないから、アロサウルス&サーペントアーマー、これゲットしたいね、よっしゃこれゲットしてくるぜ、マジ楽しみだわ、これクソかっけえ、パナイ手汗パネ、よっしゃ。で、ね、最後はね、やはりねゲットしたばかりのねこのねクラーケンアーマーバイバイ、いやー美しい、最高だな、やべえわ。